の駅食堂入り口はこちらですと。うどんそば555円。でこの中でおそらくうどんとかを召し上がる感じですかね。なんか64がねありますね。任天堂64、こういう結構レアなものもあります。結構ね、有名な駅なんですよね。遊漁所、販売所。ちょっと今日はこちらの駅に行こうかなと思います。ビンゴ矢野ステーション。赤と黄色のポストで、なんかさっきね、あの黄色と赤のポストあったんですけど、なんか幸福の黄色い、郵便ポストらしいですね。恋文や感謝の手紙など幸せの願い郵便物を投函してもらう。こちらね、うどんとそばがね有名なんですよね。でも月曜日、火曜日、水曜日、結構ね休みが多かったような感じがします。ちょっとね、駅どっから入るんですかね。なるほど、矢野駅食堂入り口はこちらですと。今日はやってないんですよね。でもまあこんな感じですね。お福と縁を呼ぶ駅なんですね。いいガンプラがあります。なんかね、いろいろありますね。矢野温泉、あ、いろいろ温泉地域でもあるんですね。なんかいろいろポスターが日本無責任時代、はい、落書き帳がありました。いろんなねありますけど、はい、この方の絵は結構見ますね、はい、なんか64がねありますね。任天堂64。ここでゲームとかできるんですかね。なんかちょっとサスペンス的なのがあります。
でもよく見るとね、これ鉄道関係のね、そういう本なんですよね。列車殺人事件とか、あの日本海なんかね、いろいろありますけど、こういう結構レアなものもあります。死ぬ時は声を上げてくださいと。で、電車の本数もこんな感じです。じゃあ早速外に出てみようかなと思うんですけど、おっと、ちょっと変わった駅ですね。なんか憩いの広場のような。で、駅の中になんかこういうのがあるんですね。神社というか、ちょっとこっち側行ってみましょう。で、この中でおそらくうどんとかを召し上がる感じですかね。見えますかね。うどんそば555円、田舎、うどんそば500円。結構ね、値段が安いですね。こういう柵があるのもなかなか珍しいですよね、こういう田舎の駅で。ちょっと渡っていきます。あ、こっち側にも線路があるんですね。なんかもう食堂っていうかね、それが駅と合体したような感じですよね。でね、すぐそばに川が流れてるんで、まあ、夜とかもしかしたらホタルとか見えるかもしれないです。はい、このちょっと薄いですけど、矢野の岩塊で、矢野温泉、700年前に発見されたということらしいですね。はい、まあなんかね、カラオケ矢野駅とか、まあいろんな、ね、駅にちなんだ名前があるんですけど、まあ、広島の方にもね、矢野駅ってのがあるんですけど、まあその関係でビンゴっていう感じついてんのかもしれないです。この辺結構ビンゴ落合とかね、いろいろあるので、まああらかじめね、いつやってるのか調べて、来てもらいたいなと思いますね。まあ、ここで普通にうどん出して食べるっていう感じで、まあ普通にね、駅とか立ち食いそばとかねありますけど、ここはまた座ってね、ゆっくり食べれるスポットかなと思います。ご視聴ありがとうございました。というわけで、個人的に YouTube アカウント持ってます。旅日記的な感じで書いてますんで、ぜひ登録お願いします。すいません、失礼しました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や
上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。